ワークアウトパートナーの井上大賀です。いつもありがとうございます。今回は格闘技のエクササイズで行いますエスキーバのウォーキングについてですね、解説をしていきたいと思います。では今回ですね、ご紹介をしますエスキーバの動きですね。これはエクササイズでよくですね、登場するんですが、足を下げて、こういった動きですね。カポエラなどのですね、動きの一つとなっているんですが、まあ、イメージとしては、足をこう下げてですね、腰を倒すことで、まあ、相手のですね、こう回し蹴りとか、来るのを避けると。はい、こういった動きとなります。はい、ではですね、この動きの今回ポイントについてですね、ご紹介をしていきます。まず、この動きですね、よくあるのが、後ろ足にこう体重をかけるんですけども、こう伸脚の、こういったストレッチですね、あるかと思いますが、そんな感覚で、こうやってしまうと、膝がですね、非常にこう曲がってしまう。はい、膝がぐっと曲がってしまうので、この場合ですね、格闘技のこうイメージで言いますと、曲げて、この状態から反撃をしようとしたときに、すごくですね、関節に負担がかかります。負担がかかるということは、それだけ動作が遅くなってしまいますので、いかに負担もない状態、またすぐに反撃ができる状態で、形を作っていくことがポイントになります。また、エクササイズという観点からも、ここまでこう膝を曲げてしまうと、膝を痛めてしまうといったことにもつながりますので、まあ、安全面の部分でも、あまりここまで深くやるのはおすすめはしません。はい。ですので、ポイントとしましては、下げたときに、膝多少曲がるんですが、どちらかというと、この、後ろ足の股関節を曲げていく。股関節を曲げて、でさらに背筋は伸ばしたまま、胸を張ったまま、関節を曲げます。はい、そうすると、上がるときに、お尻の力で戻す。で倒して、このときに股関節が伸びるから、元に戻ると。こういったイメージで行っていただけると、非常に動きもですね、スムーズにやりやすくなります。はい、ただですね、最初からここまで深くやる必要はなくですね、下げたときに、まずは、このぐらいですね。このぐらいで、体を倒す。はい、ちょっとこれのときにつま先浮かせるとやりやすいかと思います。はい、そして慣れてきたら、さらに倒して、下まで下げる。下まで下げるんですが、足の裏、どちらかというと、かかと寄りに体重をかけ、そして戻す。はい。こういった目的、またイメージで行っていただきますと、非常にですね、エスキーバーやりやすくなっていきます。はい。最初硬いとですね、なかなかこの動き、難しい動きにはなってくるんですが、今お伝えをした、とにかく、股関節。膝ではなく、股関節で曲げていくと。この動きですね。股関節を曲げながら、下げていく。はい。ここをですね、まず一つのポイントとして、意識をしていただければと思います。はい。今回、エスキーバーのですね、一つのポイントとなりましたが、ぜひ、エクササイズなどで出てきましたら、今の後ろ足、特に意識をして、そしてまた胸を張った状態、安全を優先した上で行っていただければと思います。では、今回は以上です。ありがとうございました。